どお客様とは面識がおありですか？一回もないと思いますよ、多分。たくさん私たち拝見してますけどね。いろんなもん出てはりますけど。そうですね、うん、その素顔がきっと見えるんじゃないですか。はい、でも、会ってないというのは珍しいですよね。大概の方にお会いになってらっしゃるんですよ。なんかちょっと偉そうな言い方ですけど。いやいやいや、長いことやってますから、41年いやー、41年ですか。おばちゃんみたいな。これいつから身についちゃうんでしょう。中川家やん。気をつけてください、はい、気をつけたいと思います。本日のゲストは滝藤賢一さんです。どうぞお入りください。おさん、合わせ鏡のように。いや、初めてですよね、本当に。そうですね、初めてです。お会いするのね。筋なしはご覧になったこと。もちろんあります、はい。僕、やっぱり役者を志してから、出たい目標であります。嘘だ。ほんまですかいな。ちょっと今言い過ぎました。言い過ぎいや、でも本当です。どんな目標やん。いや、でもその中台さんね、中台さんの事務所におられたっていう、はい、無名塾にお入りしました、ね、はい、ちょっと中台さんの雰囲気もありますよね、顔。そんなこと言ったら中台さんに怒られますよ。いやいや、でもまあ分かります分かります。まあ今日はあの2人がね、もう揃ってこの格好で来てくださいましたので、設定うなずいていただけると思いますが、ね、はい、本日の設定は町工場をご用意いたしました、はい、どうぞご覧ください。私はマイクを刺されてるんですよ。そうなんです。今日は自信作、今日も自信作。これはよう鼓膜をしましたね、うん。まあこちらが作業台で、そこがまあ自分、うん、あとあの階段、これ一応階段も使って上、あの上り下りしていただいても構いません。ああ、これ、あ、これはね、よくできてますよね。どこまでがセットになってるのかもかなり微妙な感じに。さあ、持ち道具なんかも あちらにいろんな持ち道具がございますね。これ何？これお金でしょ。これ何？盗聴的なこと。盗聴。何を盗聴？持ち工場の設定で盗聴器を用意するって。さあ、じゃあ設定なんですけれども、はい、おい、うちのマネージャーこれ行かしましょうか。久しぶりに。久しぶりに。じゃあどうしますか。二方とも外から、はい、二人とも外から入ってくる。全然バラバラに入ってくるということです。なるほど、はい、収録中です。立ち入り。さて、それではそろそろ参りましょう。カウントダウンお願いします。即興ドラマ収録10秒前。9 8 7 6、5秒前。4 3。てないでお嫁さんだ。慌てないでお嫁。おい、黒田。はい。もう横で呼んでから来た。まあ、何でも呼んでんねんから。はい。はい、あれへんがな。すいません。ちょっと話しはね、そこ座って。はい。ああ、座っとけ。はい。お前、ここに勤めて何年になる？18からなんで、18年ぐらいですかね。18年か、はい。いや、まあまあ座れ。はい。お前、びっくりするやろうけども、もう閉めなあかんねんや。来月で閉めなあかんねん、ここ。いやいや、お前もまあ結婚したとこやけど、もういつ言おうかいつ言おうかずっと思ってたんや。いや、困るっつうか、その、まあもう困るけどこっちも困るわな。
いやーもうなんや、はっきり決まらんからな、この国は。いや、国と何か関係があるんですか。経済が回ってへんさかいにはな、そんな、じゃあどうしたんですか。もうとにかくまあ当面のあれやけど、これしかないね。給料も含めて来月の15日でここ閉めるからな。これ200万ですよね。うん、そうや。どうしたんですか、こんな。まあ、とにかくまあなんやかんやかき集めてあれしたから。いや、どうしたなんて、お前これもんで。いや、あの、え、そんなの、だってだったら、ね、2年前にあの借金でもう日もさちも行かなくなった時に、その時に辞めたらよかったじゃないですか。それでもやるって言うから。いや、だから俺もな、もう立ち直れると思ってたんやけどな。いや、それはもうちょっと無理になってもたんやな。だからもう今俺の出せるのはその200万ぐらいやね。お前に借りてたやつもある含めてあれやけど、もうそれで勘にしてくれやな。いや、いらないっす。いや、いらないって。もうやりましょうよ、お前。いや、やりましょうって言ったって気持ちだけでそんなもんできへんがな。いや、だってやろ、俺もやりたい気持ちあるけどやな。でもとにかく頼ま、来月の15日で、まあ、いや、じゃあこれをとりあえずなんか借金かなんかに回せばいいんですか、ね。お前なんでそんなこと言うね。お前ちょっと泣くそうなこと言うね。お前どこも大変やろからやな。そりゃまあ子供も。いやいやいや、もう申し訳ないですけど、そんな200万ぐらいじゃうちどうにもならないっすよ。いやいや、だからそれだからどうもならないから、俺はな、当面の金やからこれ受け取っといて。じゃあなんであの時ついてこいっつったんだよ。社長がそういうふうに言うからさ。俺なんかもう18くらいさ、ずっとここで働いててさ、自分の親父だと思っててさ、だから一緒にやろうっつったじゃんよ。やりたいよ俺もな。じゃあやりましょうね、やろう。さあ今日はいくらって。東田工業が潰れたんや。その煽り受けれねえか。もう今日電話あったんや。もう行ける思ったらあそこが頼みの常やったからな。そんな言うねん。お前に100万借りてたし、その100万も使われて、あと100万で俺は。だからお前とにかく、いや、あ、じゃあ俺もう俺のあの貸した金は返さないでいいです。なんでそれを言うねん。おかしいやないか、お前。なんでそれを言うねん。お前とこも大変やろ。子供生まれたとこやし。子供なんかね、生まれたばっかだから金なんかかかんないんですよ、母乳だから。なんでお前俺にそない優しいねん。これ使ってくれ言うて、金使ってくれ言うて、お前俺とこ持ってきてやれ。せやから俺行ける思ってやって、東田工業があんなことになるとは思わへんがな、急に。なんとかなります。この国が悪いねん、この国が。国のせいでしてもしょうがないんだって。お前取らんのか、これ。なんで取らんの。だから取らんつってるじゃない。母乳がどうのこの人だって、お前とこ読めやんもん。ねえ、なんとかなるんですよ。銀行もうこれ以上無理や言われるしやな。さあ、なんたらまあ、そんなこと言わんといてな。これ取っていてくれ。なんだよ、んな、ふざけんなよ。もらいますよ、もらいます。ありがとうございました。今日もう上がってくれ。こんなお前二人で食わせていったからお前。いやいや、まあ今日は今日でやることありますからね。上がれや、上がれや。でどうするんですか、ここなくして社長どうすんの。俺は
なんとか頑張っていくし。だから頑張れないでしょ。いくつですか。奥さんと子供いて、孫も生まれて、ね。ねえ。何がいいの。考えん。大丈夫。ねえ、自分だけ何。自分だけなんか決まってるんですか。この後。俺になんかこんな200万ポッチくれて。もうとにかく責めんといてくれや。俺なんとかほぼ駆けずり回ってお前の就職先探すから。お前あんだけの腕してんねんからさ。いやいや、ここでいいです。ここで働きます。ここでやりましょうね。うん、ここでやりましょうよ。もうお願いしますよ。もうここしかないんです。ねえ、もう本当にうちのほら親父と母ちゃんが事故で死んだ時に、もうにっちもさっちもやらった時に、ほらうちで雇ってやるっつって俺何にもできなかった時に、ほらもう。お前やったら、お前やったら雇ってくれる人はおるからなあ。余計辛いよ。おい。はい。俺死んだら3000万入んねん。お前の名義に何ぼかしたるし、うちの嫁にもしたるから。もうそこまで来てね、もう死ぬしかないね。自己破産しろ。自己破産ね。自己破産しましょう。自己破産したらお前らにも迷惑かかるし、俺はそんなみっともないことしたないね。自分の最後は自分で決めたいから。その方がよっぽどみっともないね。俺死なしてくれ。じゃ死ねえよ。もう死ね。死んでしまえ。早く死んでお金ちょうだいね。黙ってもう出て行ってくれ。おい、もう出て行け。じゃあこれでいいのかな。これをちょっとここにグッと死んでみましょうかね。どうすりゃいいんだ。これでいいかな。はい、どうぞ。はい、あ、ここで持ってますか。え、お前の指紋だらけや。俺が死んだ後お前警察が来て、お前はアホや。そんなもん俺が死んでお前が殺されることになれねえか。おう、おうか。ほんまにアホやな、お前は。すまんな。俺はお前のことは大好きや。俺はお前のことはほんまに大好き。お前犠牲にして俺とかについてくる必要も何にもないのに、なんでお前そう俺に優しいねん。さあ、俺が親父のように慕ってくれるのは嬉しいけど、こうなったら余計辛いわ。俺死ぬとこ見んといてくれよ。お前向こう行け。アホか。全部指紋ついてる。全部指紋ついてるよ、これ。これ全部ついてる。食って死んだ後、お前、警察に全部。アホか、お前は。
こんなもん何笑ってんねん、全部指紋ついてるよ。こうやって俺がこうとこうやって死んだよね。お前が引っ張ってくるって言って警察に来よったらそのお前全部お前のせいになるで。お前はアホなやつやな、ほんまに。アホか。お前のことは大好きや、なんとかしたりたいけど。そうだな、自己破産していいんかな。一からやりゃいいんですよ。僕手伝いますから、一緒にやりましょう。すまんな。はい、OK です。いや、でも逆になんでな、そんなええ人なの。ねえ、でも自己破産でお前泣いてるやんか。いや、こういうの。改めまして本日のゲストは滝藤健一さんです。ありがとうございました。いや、さすが、まあこんなこと言うたらあれやけど、無名塾っていうのもやっぱあるやろね。どの辺からこういう空気感になっていったのかっていう、ちょっと分からへんな。俺もちょっと明るく行こうかなと思ったけど、この作業着とか雰囲気がね、てみこの鳥を飼ってしたらなんか意味あるやん、これ。お嫁さんだったのね、最初。明るく行こう思てんねんけど。慌てないでお嫁。おい、黒田。はい。どこで呼んでから来た、まあ、何でも呼んでんねんが。この時はまだ全然そんな考えなかったよ、でもちょっとおどおど感があったから、攻めていこう思ったよ、でこっちはもう激しい工場乗っちゃって、別に今日でやめようとかそんな気もないから、あ、ここの時ないんですか。ないもう最初からなんか分かりました。そんな、いやあのお金取り行った時に、なんか、あ、やめろって言われるかなとは思いましたけど。給料も含めて来月の15日でここ閉めるからな。これ200万ですよね。そうや、200万って感じだったんですか。なんか200万って感じでした。でもさすがですね、このカメラに見えないような。パッて出そうとしたら普通の紙なんで、やべと思って。2年前にあの借金でもう日もさちも行かなくなった時に、その時に辞めたらよかったじゃないですか。それでもやるって言うから。いや、だから俺もな、もう立ち直れると思ってたんやけどな。いや、それはもうちょっと無理になってもたんやな。だからもう今俺の出せるのはその200万ぐらいやね。お前に借りてたやつもある含めてあれやけど、もうそれで勘にしてくれやな。いやいらないって思うやりましょうよ。いらないっていうのがこれ嬉しいのよね。社長のためを、まだもうちょっと頑張ろうということでしょ。そうですね、まだこの工場でやりたいっていう。でも俺もそれからこの人も働いたことないから、そのなぜ回らないのかもそんなに詳しくは言えないし。でもね、滝とはずっと涙目なんですよ。そうなんですよね。これどう急にぐーっと涙目ない。いつでも泣くでいう感じや。あれ何やのそれ。目悪いの。そういう目なんですかね。うるめや、うるめ。今もうるめやんか。なんか僕うるめなんですね、じゃあ。お前どこも大変やろからやな。それはまあ子供も。いやちょっともう申し訳ないですけど、そんな200万ぐらいじゃうちどうにもならないっすよ。いやだからそれはだからどうもならないから、俺はな、当面の金やからこれ受け取っといて。じゃあなんであの時ついてこいっつったんだよ。もうね、社長がそういうふうに言うからさ。こっからうるめや、もう見てみな。うるめやんか。ここはもううるめや、これほんまに。どう
感情が抑えられなくなったんですか、うん、いやいや、まあ、2年前に、うん、俺嬉しかった、こんな大きな声出してくれるからな、ね、でこっからもうやり合いやとそうですよね、まあ、どないしようかなと、梅やしね、とにかく、いや、あ、じゃあ俺もう俺のあのお菓子だから、ね、あの返さないでいいです。なんでそれを言うねん、おかしいやないか、お前なんでそれを言うねん、お前とこも大変やろ、子供生まれたとこやし、子供なんかね、生まれたばっかだから金なんかかかんないんですよ、母乳だからこれおかしかった、まあほんまにその通りやな、母乳やから、こんなのよく思いつきますね、はあ、いやでも僕3人子供いるんで、はあ、だから3人いるんですよ、リアルな一番上の子が4歳か5歳、3歳、3歳や、1歳、生まれたばっかり2ヶ月ぐらいですね、いやおめでとうございます、その子が母乳なんです、母乳でもそんなのが浮かぶんですね、やっぱ自分の家のどんどん浮かびますね、あそうか、なんだよんな、似合うなこんな似合う似合うよな、うん、怖いね、何されるか分かるあ、この時ちょっと怖いんですか、ちょっとちっちゃくなってましたけど、何されるか分かれん、もう切れてはるからな何しても弱きやんか役柄で、まあ、まあ、胸ぐらつかみに行ってもいいわけですよね、もう上がってくれ、こんなお前二人で食わせていったからお前、いやいや、まあ今日は今日でやることありますからね、上がれや、上がれやこれはもうこの辺で死のう思てんねん、社長はもうこんちとしても帰っちゃったらいいことが起きるわけがないし、うんうんうん、ここで粘らないとこの、ね、工場絶対終わっちゃう、うんうんうん、もう粘りの一手ですよね、そうですね、もういるしかないですよね、もう俺死ぬとこ見んといてくれよ、お前向こう行け、いいドラマやね、いいドラマですよ、うん、全部指紋ついてる、全部指紋ついてるよ、これ全部強い、勝手死んだあとお前全部アホか、お前はこの泣き笑いっていうのにまた弱いね、これだから笑いに変わっ、なんていうんですか、状況が変わっていけばいいなとは思ったんですけど、こんなしょうもねえことでやってたいっていう、うん、でもこの泣き笑いがいいよね、でもここいいですよ本当にいい話っていうか、まあね、お互い友情ですからね、うん、芽生えるんですね、わずか10前向きに最後終わったからね、そう、本当に救われた気がしましたね、うん、はい、さあタイトル、いろいろ考えたんですけど、タイトル明日しようかな、難しかったな、でもまあ明日が来てほしいし、まあ来るし、まあ持ち直すやろ、こんなことなんねんな、うどめ、ね、2年後にまたこんなことやってるかもしれませんけどね本当に